ダコタ軍はアメリカ合衆国のネブラスカ州にある軍。人口は2000年の国勢調査では2万253人。2005年の推計では2万349人で、軍庁所在地はダコタシティ。近隣の3つの軍と数式大都市圏を構成している。ネブラスカ州のナンバープレートでダコタ軍の車両は最初の数字が70になっている。 これは1922年にナンバープレートの制度を確立した際、ダコタ軍の車両登録台数が州内の軍の中で70番目に多かったためだが、2009年8月に、ダコタ軍議会は新しくナンバープレート制度を2011年に導入し、現行の制度は廃止すると決議した。新しくナンバープレート制度が実施されれば、2002年に旧来の制度を廃止した。 ダグナス軍、ランカスター軍、サーピー軍に続いて二例目となる。ダコタ軍は1855年に組織され、数族の一派のダコタ族にちなんで名付けられた。アメリカ合衆国国政調査局によると、この軍は総面積693平方キロメートルである。このうち683平方キロメートルが陸地で、9平方キロメートルが川や湖などの水地域である。 総面積のうちの1.35%が水地域となっている。2000年国勢調査時の軍の人口ピラミッド2000年の国勢調査によると、ダコタ軍には2253人、7095世帯及び5087家族が暮らしている。人口密度は30平方キロメートルで11。 平方キロメートルの平均的な密度に7528件の住居が立っている。この軍の人種の構成は白人78.84%黒人0.62%先住民1.86%アジア系3.08%太平洋諸島系0.06%その他の人種12.91%よび根結2 6 2で 22.62%の人々がヒスパニックまたはラテン系である。軍の住民の28.0%がドイツ系、10.5%がアイルランド系移民の子孫である。ダコタ軍に住む7,095世帯のうち39.90%は18歳未満の子供と暮らしており、54.60%は夫婦で生活している。 11.90%は未婚の女性が世帯主であり、28.30%は家族以外の住人と同居している。22.90%は独居で、全世帯の9.00%は65歳以上の独居老人世帯である。1世帯あたりの平均人数は2.81人であり、家庭の場合は3.30人である。 軍の住民は30.50%が18歳未満の子供で18歳以上24歳以下が10.10% 10、25歳以上44歳以下が29.40%、45歳以上64歳以下が20.10%、および65歳以上が9.90%となっている。平均年齢は31歳である。 女性100人に対して男性は99.70人いて、18歳以上の女性100人に対しては男性は97.10人にいる。軍の世帯ごとの平均収入は38,834ベイドルで、家族ごとでは43,702ベイドルである。男性の28,341ベイドルに対して女性は22,035ベイドルの平均的な収入がある。 この軍の一人当たりの収入は16,125米ドルである。総人口の11.40%、家族の9.20%は貧困戦以下である。18歳未満の子供の14.60%、および65歳以上の8.60%は貧困戦以下の生活を送っている。ありがとうございます。